よしやっていきましょう。シャドウコリドー2、アーマーの夜平。ということで今回は異界で亡くなった遺骨のささやきを確認していきたいと思います。ただしめちゃめちゃ多いんでごくごく一部を紹介していきたいと思います。では行きましょう。スタート。続きから。ということで、カルタね、どういうのがいいかっていうと、まずこれだね、かすかな夜の止まり木、これを持っていくと遺骨のささやきが聞こえるようになるんで、これは絶対必須。そして探しやすいように異界の地図、場所はねどこでもいいんで、一番簡単な異界の学者の昇級で確認していきたいと思います。で行きましょう。 GO。あ、で見えるね。あったあった、これだ。いたぞ。まずはこれだね、一号の遺骨がささやく、お前さんは止まるんじゃねえぞあれ聞いたことあんな。赤ずきんの徘徊者の遺骨がささやく、すずちゃん愛してるで。赤ずきんちゃんの徘徊者がいるぞ。鳥ちゃんの遺骨がささやく、私死んだの、彼氏とデート中だったのに二号の遺骨がささやく、私以外私じゃないの、どういうこと。行きます。おばりのメンチューの遺骨がささやく、落ち着け、素数を数えて落ち着くんだ。ヤミーの遺骨がささやく、最後にホラー実況者さんに会いたかったな。ホラー実況者誰だ。ニャック・スケリントンの遺骨がささやく、死んで体もスケリントン、あ、魂も透けちゃったか、透けてますよ、コンパクがタタタタラの遺骨がささやく、死ぬ前に七三にしたかった、髪がいや髪がない人と限んない。さあどうだ。アボカドバーガーの遺骨がささやく、やべ家のガス栓閉め忘れた、あぶそれで爆発した。モラララの遺骨がささやく、残念死んだモラね死んだモラね。さやきちの遺骨がささやく、変なことつぶやいてる人見ませんでした、それ私の夫です、あマジっすか稲月の遺骨がささやく、あれで死ぬなんてな、ほらあれだよあれ、なんだっけ。鋼火の遺骨がささやく、いや数分後の君だよ、俺か、そうかもな。ワナビーの遺骨がささやく、ここに来てめっちゃ痩せたよ、痩せて骨だけになってますスカルドの遺骨がささやく、俺は人間をやめるぞ、徘徊者これなんて言うんだろう、トリズ散歩の遺骨がささやく、家の鍵閉めたっけ、行きます。なんとか人形の遺骨がささやく、私は誰ですか、ここはどこ、我なんとかなんとか難しい感じの遺骨がささやく、本当に生き耐えるの、いやだまだ布団で永眠したい、そりゃそうです。さやかの遺骨がささやく、果たして本当バカかわいい。シャイカの遺骨がささやく寝てるそのまま永眠に。クンキッズの遺骨がささやく、俺の死体を越えていけ、俺の屍を越えていけ。ロペの遺骨がささやく、こんなことになるなら最後にもう一度猫を吸いたかった行きます。来るけど、あ、新田さんの遺骨がささやく、
みんな怖がってくれてるかな。最高です。蘭丸の遺骨がささやく。ありがとうありがとう。わたあめちゃんの遺骨がささやく。やった、もう一回遊べるドン。マーキの遺骨がささやく。おほーって意味わかんない。なんか名前とコメントが一致してない。カフェラテの遺骨がささやく。もっと猫と一緒にいたかった。J の遺骨がささやく。骨はそうだな、あの思い出の海に巻いてかっこいい。ヤクモ紫の友人の遺骨がささやく。これでやっとあの子の元へ行ける。ヤクモさん。フラミストの遺骨がささやく。RTA で調子に乗るとこうなりますハハ。鼻眼鏡の遺骨がささやく。ひょっとこかぶれば襲われないって聞いてたのに。能面だよ。未来光の遺骨がささやく。足を浄化してくれ。海芭蕉の遺骨がささやく。明日は記念日だったのに、こんなところで。アマの遺骨がささやく。能面恐怖症を乗り越えられなかったよ。ムキムキチアワの遺骨がささやく。ねえそこの君、その命僕にくれないかな。断る。愛犬スバルの遺骨がささやく。カズキ、カズキ、ありがとう。愛犬スバルえ、これは白間さんがやったのかな。恋ココの遺骨がささやく。お前も死体にならないか。嫌です。カボチャの遺骨がささやく。恐怖で高ぶりすぎました。あのカボチャさん。クラクドウのあやめの遺骨がささやく。人柱は僕だった。小川ひなたの遺骨がささやく。ふふふ、カゲロウには必勝法がある。カミグルカネシングルショーの遺骨がささやく。あの鐘の音108回聞いたら死ぬんだ。メイズの遺骨がささやく。また火花ちゃんに会えると思ったの。わかんないよ、この時点ではわかんないよ。会えるかもしんない。あ、でもなくなってれば。通行に A の遺骨がささやく。すやナミコギの遺骨がささやく。安住の地を見つけました。え、死んでるあの顔文字推しに溺れたコアラの遺骨がささやく。死んでも推しを愛してる。いいね。着地太郎の遺骨がささやく。徘徊者には勝てなかったよ。勝てなかったか。番長の遺骨がささやく。人生も根底にしたい。いや、ほんとそうだよ。やり直し。オラーリの遺骨がささやく。う、暗闇に行きたいそうだ。行きたいってしまいました。篠田の遺骨がささやく。化け物に追われる人生に飽きた。ヒヨンの遺骨がささやく。お仕事が足りない人生だった。推しね。ヒヨンでいいのかな。アッコの遺骨がささやく。死ぬまでに推しチームの優勝を見たかったな。音速の徘徊者の遺骨がささやく。もっと走りたかった。走り回る徘徊者の上級がいるぞ。シャドウの遺骨がささやく。我がスタミナの敗北ユピコの遺骨がささやく。コスプレメイク、もう少しうまくしたかった。コスプレしてるんですか。モズの茶屋の遺骨がささやく。寂しい、
寂しいよ、置いてかないでくれ。イノウ綿棒、遺骨がささやく。枯れちゃったわね、寝なし草。ポチニャンの遺骨がささやく。来世は猫がいいな、俺も。タマの遺骨がささやく。卵料理、カップ麺、揚げ物がもっと食いたい人生だった。いや、好きなものを食べて死ぬ方がいいよね。司の遺骨がささやく。死んでないよ、寝てるだけだから、永遠の眠りに。コウの遺骨がささやく。猫を崇めよ、猫は偉大ですからね。紙一重1007の遺骨がささやく。オフオフ。やばいクッキーの遺骨がささやく。俺にはシャドウコリドー2しかないんですよ、その前死んでますよ。トモタンの遺骨がささやく。暗いよ、助けて。ヨシコプレミアムの遺骨がささやく。来世は美味しいたこ焼きになりたい。トードの遺骨がささやく。至るところからこいつら一人だけじゃないのか、なんかかっけえ。なんとかかの遺骨がささやく。死んだら僕も異世界に行くのかな、ハングル読めません。タレの遺骨がささやく。死んだった。死んだったった。ユペリヌの遺骨がささやく。早く家に帰って配信見たかったな。トントントマトちゃんの遺骨がささやく。チャンナベに会いたかったな。ルイージの遺骨がささやく。一番の死、一人だけなんて選べないよ。カッセイの遺骨がささやく。ヒデバーって。お前はもう死んでいる。横右衛門の遺骨がささやく。俺この世界から脱出したら結婚するんだ。水木圭の遺骨がささやく。定時退社失敗。クソなんてこった。ミカの遺骨がささやく。絶対にあいつらに見つからない方法を発見したんだ、必勝法がある。ドラゴン X の遺骨がささやく。クラファンしても徘徊者には許されんか。ルノの遺骨がささやく。この世界に神はいない、魔がつくまりの神はいる。スノーフォーの遺骨がささやく。スタート地点まで戻れ、やり直しだ。人生のやり直しですか。スツの遺骨がささやく。あとは次の俺が何とかしてくれるだろう。次って何ですか。ネクライアの遺骨がささやく。チャンネル登録お願いします、骨からのお願いです。俺からもお願いします。カレザベス女王の遺骨がささやく。 I'm fine I'm fine, thank you。 異彩の遺骨がささやく。異世界転生で無双できないって、ま。でも異世界ですね、まさに異世界。ナムロの遺骨がささやく。明かりをなくさなければ迷わずに済んだのに。いやもうほんとね、今回光源ライターだけはちょっと見にくいよね。サオリンゴさんの遺骨がささやく。そこのお方、あとはお頼み申しましたしたにょ。マスアキの遺骨がささやく。俺はもう死んでいる、ヒレブ。田中太郎の遺骨がささやく。俺は佐藤じゃなくて田中太。一瞬ふと死に見えた。ミアの遺骨がささやく。北を感じることができなかった。そう、今回はね、北とかあんま意味ない。改造の遺骨がささやく。あ、
アメちゃんあげるから命くれへん。ほら命あげます。カスタードまんじゅうの遺骨が支えた。死ぬ前に人気のないところで爆竹を投げまくりたかったな。孤独のサッチの遺骨がささやく。砂肝も食べたい。フラゲは別腹。城間和樹の遺骨がささやく。おい、徘徊者、俺作者だから。なくなってます。作者なくなってます。ちょっとお供え物しときます。神々しい。さすが神。城間さんもある。ということでね、いやさすがにね、全部を調べることはねほぼ不可能。どれを見たかとかどれを見てないかっていうのがわからないんで、一旦はねここで終わって、まだ自分の遺骨のささやきが出てきてないんで、それは製品版で撮っておきたいと思います。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。もしねこの動画が良かったと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてたくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは下の概要欄、説明欄にどこ行くの？ Steam のページが載ってるんで、皆さんも今のうちにウィッシュリストに登録しておいてください。それでまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。